宮古神社は、沖縄県宮古島市に鎮座する神社である。豊神親三神は、かつて、宮古島を統治した三人の豊神親を神とした、ものである。由来記などによると、1590年、平良大守理親子が、海南にあって漂流したものの8年後に無事、帰還できたことを神のおかげとして、沖縄本島の波状群より、熊の三神を誕生し、 宮古権限道を建立した。1611年、薩摩藩による、先島県地の際、上層により河原武器に改築。以後、琉球処分に至るまで公費を持って管理された。1925年に、豊見無や二柱及び中曽根玄宮の命を祀る、庁舎、宮古神社が創建された。1940年に、紀元2600年記念事業として、 当時交配していた両者を合わせた新・宮古神社の混流が決定し、県社への昇格を目指し放散会を組織。1941年、宮古権現堂を宮古神社に改称し、庁舎、宮古神社の二柱の神を造し、境内地を西里小番地に移し、1944年に新・宮古神社へ仙座が行われた。県社昇格が内定したが、 戦災炎上。潮水温竹に祭神を一時戦し、1956年、目黒森訂正命を増し。1980年、休憩が一に、本殿、廃殿を再興し、千座祭を再行。社殿の老朽化、宮古島市の誕生などの節目を迎え、2008年、宮古神社ご造営法参会を組織。平成のご造営に向けて、活動を開始する。 2010年に、かつての境内地である、西里五番地に新社殿が、春工。6月25日に仙座祭を採用した。本殿は赤川ラブキ。本殿及び二の鳥居には、ラオス産の千年機が用いられている。本殿の両脇には、鉄筋コンクリート造り平屋赤川ラブキの社務所及び、休憩所が設けられている。ありがとうございます。